アルメさん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、新機能メルペがネット決済可能に使い方について簡単に解説ということで、今回はメルペがついにネット決済が可能となりましたので、そちらについてお伝えしていこうと思います。まず概要からなんですけども、メルカリの売上金が EC サイトで使えますということで、公式ページから一部抜粋してきました。株式会社メルペイは、同社が運営するフリマアプリメルカリのスマホ決済サービスメルペイにおいて、ネット決済機能の提供を開始いたしました。これによりメルカリやオフラインのメルペイ、加盟店に加えて EC サイトでもメルペイの利用が可能になります。そして第1弾として2019年の5月の29日水曜日よりもう開始してますね。こちらのクルーズショップリスト株式会社が運営するファッション通販ショップリスト .com にてメルペイでの決済が可能になりました。今後順次対応サイトを拡充してまいりますということなので、今回はこのクルーズというショップから使えるみたいですね。まあこのショップもちらっと見たら主にまあ男性女性そして子供へのファッション関連のショップですね。で続きも少しありまして、今回ネット決済を開始したことによってお客様はオフラインでの買い物だけではなく EC サイトでもメルペイの決済が可能になります。メルペイのネット決済における EC サイトにおいてお客様はメルペイで支払いを選択することによってフリマアプリメルカリで不用品を売って得た売上金やメルペイ後払いを利用して商品を購入することができるようになります。お客様がメルカリに登録しているアカウント情報を利用し住所情報等の入力手間なく商品の購入ができる機能も今後提供予定ですということなので、さらにネットショップでもかなりスムーズにも買い物できそうなということですね。そして図で表すとこんな感じみたいですね。お店はその EC サイトで商品を購入して使わなくなったものをメルカリで出品して、そしてメルカリの売上金を EC サイト、いわゆるネット決済で利用ということなので、いやーこれを冷静に考えるとすごいですよね。ネットで買ってそれを売ってそれでまた買ってっていうサイクルが見事に完成するので、まあ綺麗なお金の循環ができるなっていうイメージができますね。いやほんと素晴らしいっていう。そして使い方なんですけども、先ほどお伝えしたそのクルーズっていうネットショップにはこんな風に表示されていました。お支払い方法をメルペイを選択、次がメルカリアプリを起動してお支払い画面でメルペイを選択、そしてお支払いが完了という流れなのでめちゃくちゃ簡単ですね。ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。メルペがネット決済が可能になったということだったので、まだ第1弾ということだったので、まあ、使えるショップが限られていますけども今後も増えてくれるということなのでかなり楽しみにしてはいいのではないのかなと思います。ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録グッドボタン、あとはツイッターもしてますのでツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。